九州新幹線が全線開業して6年。最南端の鹿児島県の宿泊者数は開業から5年間増え続けました。さらに南に行った場所にもにぎわいが。砂蒸し温泉で知られる指宿です。ラブが出ました。ちゃんと OK ですね。 OK ですかね。観光特急列車を出迎えて見送るため、さらにボランティアが増えます。こんにちは。こんにちは。到着したのは、車両を白と黒に塗り分けた指宿の玉手箱。こんにちは、ようこそ。はい、你好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 。玉手箱は今も乗車率が8割ほどと人気が衰えません。熱烈な旗振りが根付き、沿線で手を振る人も。まあ、たかが手振りですよ。涙を流してくれる、まあ、原価ゼロ円なんですよね。まあ、だから言ってみればこれが、まあ、おもてなしなんだなと。気持ちが通じる、目と目が合うんですね。列車の内装も独特。実は40年近く前の車両を改造したものです。バル可愛いですね。景色も綺麗で、ね、プリンも美味しかったです。指宿にも列車にも満足したようです。新幹線駅から1時間という適度な長さと接続の分かりやすさ。JR 九州の他の観光列車も人気を博しています。一方で同じ二次交通といってもバスは簡単ではありません。自治体が補助をしても利用が伸びずに消えた路線も。二次交通のポイントを専門家に聞くと、分かりやすさっていうのがまず第一になるのかなと。そういう意味でやっぱりその鉄道の二次交通がうまくいってるっていうのは、まあ、一本の線として認識してもらえると。それが例えばバスとかになると、もう全然別のものとしてお客さんも受け止めてしまう。一生懸命 PR してるんだけども、地元でしか PR してないので、お客さんがついてからそれの存在に気づくと。その中で好調なのが新幹線とバスを乗り換えて福岡と宮崎を結ぶ路線。1日16往復し、利用者は年間15万人に増えています。通常ではありえないんですが、 JR さんの駅の中のにもこういうポスターで周知を行っていただいたり、もちろん販売についても JR さんの緑の窓口とか、同じくバス会社の方でセット券の方でも販売しておりますので。PR や販売で鉄道との連携が鍵となるようです。1年前の地震の爪痕が残る熊本。別の方法で工夫を凝らすバスを見つけました。バスの案内所を訪ねると、日帰りバス旅と申しまして、弊社のですね、運行しております路線バスや特急バス、快速バスを利用した旅行となっております。新しい路線を作らず、今あるルートとホテルや旅館の昼食を組み合わせたツアー。バス会社に追加投資は必要ありません。まあ、その協力していただいているですね、まあ旅館やお食事所の方にですね、バス停までの送迎の車を出していただいたり、もしくはお客様に、まあ、5分程度でしたらばですね、徒歩でご移動していただくような形で。観光客が混ざることで低迷する路線バスの利用を底上げする効果もあります。